はい、こんにちは、FTM ラジオ涼です。今日は俺の地元、新潟に来てます。イエ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 イ。今日はね、俺のこっちが幼馴染で、こちらが新潟の鍋代表かな。そうだねよろしくお願いします。お願いします。新潟の古町にある鯉のぼりカフェの、代表です。よろしくお願いします。何の話しますか過去のりょうくんとか。あ、俺の話。そうね、一時期マダムさんのところで鍋として働いてたんだけども、どうでした、俺の働きぶりは。いや、そんなね、長く働いてないんだけど、すごい人気があった。めちゃくちゃ人気があったと思う。なんかね、りょうくんの辞める最終日にめちゃくちゃもう満席だったんですよ。それでね、改めてね、あ、人気ある子を辞めちゃうのちょっともったいないなってすごい思ってました。はい、その日にね、純子がね、確かね、シャンパン入れてくれたんだけど。あ、そうなの。うん、そうだっけ。そう、ただね、めちゃめちゃ俺のこと飲ませようとしてこいつ最終日に俺を潰すマジで覚えてないわ。そうだっけ。そう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 、それは入れた入れた。お前なんで飲まないんだよとか言って。そもそもだってさ、この鯉のぼりカフェを紹介したのが私だったじゃん。あ、そうだね。やっぱ責任感みたいなのがあったかもしれないね。お前の紹介が減ったんだって。そうだよ。あ、それもわかんねえ。同級生で、前の動画でもあったけど、あ、花子です、花子です。そうなの、そうなの私が花子です。俺本名直子です。駅でばったり会って再会して。 あ、そうなんだ。そうそう、でお友達のお店紹介しようかみたいな感じで、こに入ったのが最初だったよね。あ、そうそう、そうだね。違ったかも。それは違ったかも。違ったかも。純子の紹介する前から、紹介で鯉のぼり入ったけど、けども、はい、その前に俺は鍋として働きたくって、マダムさんがいるところに働こうと思ってるから、その前からは一応知ってた。そうだ、まだね、ホルモン治療とかする前だもんね。そう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 、可愛かったもんね。可愛かった、可愛かったよね。すごい可愛かった。中学の時も結構モテたよね、お前。結構タイプだったんだけどね。知らないよね。知らないよね、中学の時。いやいや、まだほらホルモン治療の前にやってるから名残はあるじゃん、女の名残はさ。中学の時に中3の一番足が速い先輩と付き合ってたよね。俺がいる。中1の時にね。そうそう、中1の時に中3のすげえ足が速い、ほら、おちょこ。小さい時ってさ、足速い男って一番かっこみたいになってたじゃん。あるね、あるね。一番足速い人と付き合ってた。あ、そうなんだ。いいんだ、言っていいんだ、それ。言っていいよ。言っていいの、大丈夫。でも結構多分彼のことは好きだったと思うよ。ああ、うん、好きだったかもね。そうそうそう。まあ、でもあの時やればよかったんだ。そしたら人生変わってたかもしれない。だからあの人がやってくれなかったから俺こんなんだったんだ。見てますか、見てますか、見てますか、タムタム見てますか。わかんないよ。ちなみにその人兄貴と同級生だから。あ、そうなんだ。実際繋がってんだよね。ああ、そうだった。会おうと思えば会えるもんね。そう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 。ね、何年ぶり？今日ね、何年ぶりだろうね。いやいやいや、もっとじゃない。7年ぶりの再会です。そうだ、この話したいんだ。マダムさんさ、まあ内定したじゃん。あ、注射今どんくらい打ってないの？注射はもうね、5年ぐらい打ってない。打って、注射必要。注射打った方がいいっていう説と、まあ、打たなくてもいいっていう説があって、僕はもうね、5年前に久しぶりに3年ぶりに打った。で、変わったことといえば、ヒゲが薄くなった、肌がめっちゃ綺麗になった。あんまり変わったことがない。精神的には大丈夫？なんか、なんともない。精神的に良好。良好、良好。全然良好。打ってた時から打たない時も良好です。結果ホルモンあんま関係ねえんじゃねえ。
ね、たまにあの付き合いで行くときあるけどスタッフの付き合いでまあ行くけど、まあ一回久しぶりに打ったところで何も変わんないから、まあ、え、打ってんの？いや、俺もすげえもうずっと定期的に3週に1回。ああ、すごいね。打ってないよ、俺は。俺はもう本当はあの、更年期障害系がすごいから、打ってるけど。もう逆にあの打たなくなったからホットフラッシュがなくなった。逆だわ、俺は。まあ、体質によるかもしれないけど、それは。ぜひ自分の合った方へ。まあ、そればっかりは。子宮卵巣なくてもホルチュー打たなくても、まあ、5年は生きれるってこと。全然いける。5年前も3年ぶりに打ってたから大丈夫。8年は生きれるってこと。まあ、そうそう、8年ほぼほぼ打ってないから。打たないとどうなるんだろうっていろいろ思って、まあ、やってみたら結果打たなくても大丈夫だと思う。超元気だし、僕今42なんだけど全然若いしね。若い若い全然。だってすごい情報でしょこれ。なかなかね、やっぱ俺ら実験台だからさ、うん、こちらの実験台もすごいよ。しかも僕がホルモンを打った時は新潟でまあ打ってる人もそんなにいなかったし、まあ、病院もなかったし、なんと月に打ってた本数、当時先生も知らないから月8本打ってたから8本で、一緒に打ってた先輩方が調べたら、最近物忘れやばいのはあの注射の量だって言って言ってました。多分後遺症じゃないかって。それでもその話はもう20年前の話ですけどね。やばいね。やばい。結果もうね、2年は月8本打って月8本打っても2年は生きれるってことだね。うん、月8本打っても2年は、うん、ってこと。ただ物忘れやばいから、ね、やばいんだ。やばい、それ相当やばい。気をつけろよ。気をつけろ、打ちすぎ注意。打たなすぎより打ちすぎ注意。これから打てよ、お前。8本打ちます。わかんないでしょ。あともう一つ、あ、そういえばさ、聞きたいのがさ、ダイエット好きじゃん。まあまあまあ、そうだね。だいぶ、まあそうだね。なんか、タイのさ、薬。あ、飲んでたね。そうそうだね。出してる薬。あ、飲んでたね。すごいカラフルな錠剤を1日10個以上飲んでたんだけど、そしたらね、あの、看護師の友達がいたんだけど、これ以上飲むと甲状腺の病気になるって言われて。ホルモンより危険だからね。ダイエット危険だからね。怖いよね。それさ、俺聞いた時にさ、これなんか何人か死んじゃってるんだよねとか言ってたよね。言ってた、うん、何人か死んでたみたい。だから多分飲み続けてたら死んじゃってた。気をつけて。生きててよかったね。生きててよかった、ありがとう。こんな感じでね、ほんといろんな人がいます。まあね、ダイエットで死にそうになったり、ホルモン注射打ちすぎてたり、打たなすぎてたり、打たなすぎてたり、すげえ話だろ。いろんな人生あるんさ、ね、でもね、生きてると楽しいから、人の心打ってこうぜ、打ってこうぜ。今日は新潟からでした。ではまた、バイバーイ。